はい。というわけでね、狼やっていきたいと思います。でね、普通にこっち側にも、発見士がいるんで、ちょっと移動してたんですけど、ちょっとシンジさんがね、シンジ君がちょっと、悩み事があるみたいで。でも、黒い衣装なんだけど、今日はいつまで水が濁って、水面にも畳が立っているんだ。で、その衣装決まって、この時に現れたって言うよ。衣装の名前は、チューツ。だから、ね、梅太郎がいなくなっちゃったらしくてね。で、もしかしたら、この水面に、吸い込まれたんじゃねえか、みたいな、ことを言っております。前にも話した通り、めちゃめちゃ月を飲み込んだって言われるほど、大きい魚さ。まさか、梅太郎、上手に食えちゃったんじゃ。とにかく、僕一人じゃ、探しきれないから。あとで、人潮の泉に来てて、お姉ちゃんも聞いてみようかな。人潮の泉？あれかな、少年ちゃんかな、さっきの、発見士の時のね。あのお姉ちゃんかな。まあ、ちょっとまあ、先にちょっと赤いところ、丸描いてるところに行きたいんですけど、ちょっと一回、奥の方行ってみましょうか。あっち側行って、まあ分かったらいいかなって、収穫を。それがすっかり、ついに打ち込んでるようだが、自然の力を甘く見てと思わず失敗がしてくれた時がある。ねが、よくあることに巻き込まなければいいが、巻き込まれるフラグやな。これどうやって行けばいいんだ、あっち側。どうやって行けばいいんだっけ。まあ、行ったことがあるから、多分わかるんだと思うけどね。あーやべえ、見てなかった。もうここら辺の敵だったらもうね、余裕っすよね。ここら辺の敵だったらもう余裕で止めますからね。で、これで止まって、オッケー。もうね、余裕っすよ、ここら辺の敵だったら。あ、オッケー。あ、まだいたか。さすがに油断できねえな。スラッシュ。これもね、ちょっと牙とかもね、ちょっとゲットしておきたいね。お、なんかクマちゃんいるわ。これさ、毎回切ってさ、なんかやってたよね。おやこいつ、鼻先いたね、眠りこけてた、クマじゃねえか。なんか、でもね、なんか植物のさ、なんか種みたいなやつを、ボールにしてたやつよね。まだ眠ってやがるぜ、グースカドよ。それで、名前は眠いってところか。率直、そのままでいいよ。ちゃんとした名前があるのに。命名、眠り。幸せそうな顔して、眠ってやがんな。ごめん、まあでも生きてるからな。よっぽろ、タマコが好きなようだぜ。元気そうやな。お前一体、おい、動物いじめになって。いじめってわけじゃ邪でやってるだけだよ。こんなんね。俺も、俺だって寝てんだよ。俺だってゆっくりしてんだよ。じゃあこっち行くか。ちょっと久しぶりに道場寄ってみるか。まぁ、ちょっと、あれはおじさんの180度またちょっと見たいもんな。いるかな。つか、新しい術は学べんのかい。来たのか、神代神さん。や、道場術をまだ見に来たのかい。9000ありからね。マガタマの攻撃回数が増加する。これいいんじゃない。無礼。威嚇はね、成功すると、これもいいけど、とりあえずこれ7000のやつつけておこうか。久しぶりの訓練ですね。なんとお前さん、また稽古に挑むというのか。そうか。そこまで言うのならば仕方がない。今度こそ、手掛けませんぞ。うおーこいつまた回転するかな。必見やね、これは。いやー、かわいそうなね。なんか、よくわかんないけど、ね、この赤い模様は、どこから、やって出てきて、ステッカーとか貼ってんのかな？貴様、覚悟ができてるだろうな。では、こう長い、合図がいい。マガタの攻撃回数1回増えるのは単純にありがてえもんな。失礼します。単純に相手にね、隙を与えずに攻撃繰り返せるからね。では、結構始めるぞ。貴様が今から習得するのは、玉技、激玉だ。まずは、極意習得の心得をしっかり頭に刻みつけろ。激玉の極意。また、バイオして攻撃を開始し、連続してタイミングよくバイオする。これを繰り返せば、マガタマの攻撃は最大6段まで繋がるなり。マガタマは、バイオを連打するほど、より強く敵をうがつ。早く、華麗に攻撃する。早く、長く激しく攻撃する。あらゆる方法で敵を撃つべし。どうだ、理解したかい？まあ、とりあえず連打すればいいやろな。まあ、もうパワー系だからさ、とりあえず連打すればいいんだよ。それでは、貴様にこの技の指南書を授けよう。無常の魂を忘れかけたときは、これを見て熱き心を思い出すのだ。指南書ゲッチュ。次はそれで体を持って理解するのだ。さあ、始めい。お前を殺す。で、ああ、落ちた。あ、そういうことね。ワイ、と。オッケー、どう？貴様、その時は修行できんだろ。ちょっと正しい武器に持ち帰んか。あれやんないといけないの？持ち帰らないといけない感じ？装備品にして、で、これを表にするでしょ？あ、違う、逆か。これを表にして、これでいいのかな？あ、マガタ、ごめん、マガタマだ。ごめん。そう、マガタマに変えないといけない。マガタマだよね。これマガタマ装備して、だよね。よし、やってやろうか。
わい。お、いいね、これ。はい。はい。これすごい連打だね。痛い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 。これは痛いでしょ。成功。なおね、武器専用の技とかもあるんやね。うん、そうだ、その調子だ。いいね、べしべし行こうよ。もう帰ろうかな。もう一回練習したらええやろ。まだやる？はい。あ、やっぱジャンプ中はダメなんだ。こうやって止まってる時にって感じか。連続攻撃はね、相手をひるませることができるからいいよね。普通の攻撃でもまあ、ひるむ時はひるむけど、相手がゆっくり動いてくれるからね。どんといかんか。やってるって。床に絨毯がかわいそうやろ、そんな。もうね、この花びらもね、綺麗に舞っちゃってね。この細長い。オッケー。これでいいんじゃない？これでまた真骨頂もらえるでしょ。俺も真骨頂をもらうために来てるからね。そしたらその程度か。いや、もうえって、もう同じことの繰り返しやって。同じことの繰り返しやん。こんな、継続できへんよ。ずっと攻撃するだけの人生なんて。やったー。そろそろ、もういいんじゃない？もうやろ。出せ。さあ、燃やせ。無事の貴様の無人魂を。あ、認めてくれた？あ、まだやる？帰っていいかな。まだ？もうちょっとやるか。言葉、セリフ一緒になったらやめようか。いいね。あ、なんか、あれ？なんか連打する。48とか45とかね。攻撃してる場所によって、なんかその攻撃の変わん。よし、そこまで。ウルトラ、貴様の魂、しっかりと見せてもらった。その魂、草のように日々修行に邁進するのだぞ。では、行くがよい。その座を駆使し、妖怪どもに正義の鉄槌を食らわせるのだ。真骨頂ちょうだい。おいじいじ、おじちゃん、真骨頂ちょうだい。これやろう。あ、中心、おい、ありがて。そうそうそう。これのためにね。これのために来てみたいなとこありますから。おい。これ細長いからね、ちょうど戦いやすいわ。リーチはね、長いもんね、武器の中でね。行ってしまったか。狼を、たとえ一つの技を極めようとも。夢が心をなくしたら、そこで武人は終わりだ。でもが、武人の魂を忘れぬよう、わしは祈っておるぞ。じゃ、ちょっとしばらくこの武器で行ってみるか。あ、ちょっとまあね、せっかく攻撃回数増えたし、ちょっと行ってみましょうや。真骨頂もね、手に入ったしね。回復アイテムももういっぱい持ってるからね。まあ、さすがにもう、しばらくは、このゲームオーバーみたいな感じ。まあ、まだゲームオーバー行くかもしれないけどね。うん。まだやってないけどね。まあ、ちょっと危ない時はあったけどね。体力なくなりそうな時はあったけど。このままこの先行って、じゃあちょっと発見者をね、見つけに行きましょうか。説明とかはね、まだちょっと行けないんでね。多分あいつ最後になるかなーっていう感じですね。お、これはもういる感じかな。来たね。お、反応したんじゃない？あれじゃない？あ、ウサギか。あれはウサギか。お前、発見師にならないか。発見師にならないのだ。なんだい？里見の引導が急に現れやがったぜ。ってことは？来たね。お、ね、溺れてる？大丈夫か？あれ。ワンちゃんか？まあ、ワンちゃんだと思うんだけど。あ、ばあさんやー。ばあさんやーってね。ん？わ、懐かしいね。神木村。うおー、なんか、お前、馴染んだよな。あれ？あのさ、この虫飼いがさ、連れていた犬って、もしかして発見し？じゃあ、はやぶさが、急に言うことを聞かなくなって、ひどめでもずっとああやって座りっぱなしなんだ。どんなに命令したって、ちっとも大根棒に挑戦しねえし、それなんだから、穴掘り用の称号奪われちゃうんだよ。ごめんねー。あんな奴も、ああ、お前、そんなこと言うなよ。今まであげたドッグフードの味を忘れるなよ。もっと利口な犬の方がいいやい。新しいものに、毎回行ってしまうみたいな感じか、今の子供たちが。昔のものもいいものもあんだぞ。ちょっと、あれだな、会いに行くか。名物ババア。そうそう、神木祭りの日が近づいてきただな。祭りの夜は大きな花火が上がって、そりゃ綺麗なもんで。それを見ながら、ヤシオリの酒を一杯やるのがたまらんのだよ。神話の怪物は、その幹で酔っ払って退治されたっていう話だと。この、神話の怪物か。いや、いつかそういう酒で退治するやつも出てきそうやな。まあ、そんな作り話が湧いるほど、あのおみきは絶品だわよ。ちょっとま、一個いただきましょうか。せっかくですからね。はい、いただきまーす。でも、ぶっちゃけお腹空いてないもんね。みかんじょうお久しぶりですね。ふむ。まったく、くしだのやつめ、いつまで出かけておるんじゃ？もす、神木、あ、あれか、しんじくんが言ってた、あの女の人って、串灘のことか。じゃあ、おどすちゃい。あがたの森のひとしおの泉へ水を汲みに行くとか言っておったが、ちゃんと幹作りは済んでるんじゃろうなぁ。なおね、じゃあ、それもちょっと話進みそうだね。今のうちにちょっと栽培しとこうか。絶対こんな、まあ、でもお金あるからね。かわいそうな。でも、留守にしてる間にね、もう、伐採されちゃってね、本当にかわいそうっすよ。ちょっとこれ、犬話しかけるか。
あん？この犬から座りこくちまってちっとも動かないぜ。どうしたいのか、相変わらず暇か、腹減ったんじゃない？だと？なんだい、愛すのまで野郎だな。あ、虫か。こうやって堂々と。え？虫これ。それ、誰がさみ、それ、里見のインド？もしかしてお前、俺を吸い戻しに来たか？だと？お、やっぱそうだよね。合ってるよね。合ってるよね。ぜひ姫様の近いインドの気配で分かってた。でも俺、ここを動かない。もうすぐ村のお祭り始まるから。いや、そんだ、それは放っておいてさ、ちょっとやばいんすよ、あっちの町が。発見し、中高、中高か、厨房みたいなな。だって、まさかお前、発見しの一人かよ。でも祭りがあるから、なんて理由で、発見しの趣味をほっぽり出したりするのか？畳の引導を預かったなら、お前もその起きてわかるはず。男は夜に語り合う。力と力で語り合う。なるほど、勝ちゃいいってことか。だと、アマコ、こいつ、今ここでお前と一戦間違うて肌だぜ。アマコ、どうすんだ？勝ったら、もう、来てもらうしかねえよな。首輪つけて連れて行くかな。喧嘩を買う。いくらだ。お前もなんだかんだで喧嘩好きだよな。よし、一応、深夜生掘り用の腕っぷしを見せてやろうぜ。まあ、さっきの犬とで同じぐらいやろ。大丈夫、大丈夫。余裕でしょ。まあ、見た目は強そうだよね。うん。中高。そんなつ、ああ、なんだ、今のは。大丈夫か。あ、ちょっと攻撃力が、無駄？なんだね、これ。危ない。やばいやばい、なんか、すごいな、この技が。どういう技なんだ。やばい、意外と、相手強いかもしれない。さっきの、一回戦ったワンちゃんよりは強い気がする。来るよ。逃げて。逃げて。来るよ。よ。あ、もう回避を頻繁に使っていこう。これもう相手素早いからね。おい、何やってんねん、お前。掘ることなんか許さないぞ。あ、ちょ、待って、ちょ、待って、そういうこと？そういうことか。ああ、おしっこ、おしっこ汚い、臭い。ありがとう。危ない、危ない。うん。取られちゃった。ああ、もうなんか使えなくなってる。そんな、あれのおしっこかけると吸い取られちゃうんだ。初めてやな。あれはもうやめよう。あんな変なところだと思った。もうや、あ、そういう技でもあんの？こいつなんかトリッキーだなぁ。その穴掘ったりとか、俺を追い込んだりとかなんか、すごいトリッキーな攻撃からするね。やっぱこのマガタマの力が強いな。この石が強いな。よし、これではもう、半分来てるからね、もう。半分来てますから。あとちょっとですよ。危ない。どう来る？あー、来た来た。やばいよ。逃げて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 。危ない危ない危ない。よしよしよし。むのちむのち。後ろから早くは忍びようぜ。あとちょっとなのに。これだけ離れても大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。はい。でも意外とリーチは短いな。オッケー。なんだ、最初はね、ね、初見殺しじゃないけど、結構トリッキーな技が多かったからびっくりしたけど、意外と大したことなかったな。でも痛で食らっちゃったわ、これは。ご祝儀もありがとうございます。俺も祭りはね、許せよ。さあ話してもらうぜ。この祭りはどう？白煙師の使命をほっぽってまで祭りなんか見たかう理由よ。まあでもな、ね、新しいもの見たさっていうのはね、気になるじゃないのね。俺、本当は、ハヤブサ、違う。本物のハヤブサはずっと前。虫飼いの父親と散歩に行ったとき、思い出妖怪に、急な、急展開、急展開すぎる、襲われて死んだ。たまたま通りかかった方で、二人を助けることできなかったけど、はやぶさ死ぬ前にいた、主の子、虫飼いを守ってくれって、十五夜の満月のとき、空から妖魔の矢が放たれて、主の子、虫飼いを殺す、それ、はやぶさの予言。だから俺、この村に住み着いて、十五夜の身の魔物が登るのを見張ることにした。ああ、じゃあちゃんと、使命は全うしてたわけやな。はやぶさも俺も同じ会見。誰にもバレず、すり替わった。なるほどね。もうすぐ満月が昇る頃、俺、ここでずっと見張ってる。俺の使命、はやぶさの遺言を守ること。怪物から虫飼いを守ること。前のさ、ね、ここにいた、最初の方にいた犬ってさ、発見者だったってこと？それ。全然関係ないかな、それか。はい、同じか、確か名前同じだった気がするんだよね。お、なんか、あ、俺が意志を継ぐってことか。意志継ぐじゃないけど、力をくれるってこと？里見八玉。ん？あ、ごめん、八宝玉。中玉を手に入れた。お、八宝玉が、俺たちの元に。でも、はやぶさの予言ってのは、一体何の話だよ。矢に入られて、あの虫飼いが死ぬ、なんて。ねえ、15の夜、15の夜、
で、こんな時期に気持ちのいい話じゃねえな。この前に伝わるあの昔話じゃあるまいしよ。なんだっけ完全に忘れてしもたわ。あの昔話。ちょっと みかんちんに聞いたらわかるかな。あいつ多分今夜やから部屋の中おるやろ。失礼します。あれこれなんだっけ先ほど熟成貯蔵してる樽だな。いい香りがすら。ちょっとみかんじいにあって、なんだっけ神話がちょっと思い出せない。やばい。神話が思い出せないよ。これし、みかんちに聞いた神話教えてくれるかな失礼しまーす。お、いるね。クシアのやつめ、あがたもいの、人潮の泉いて、だいぶ経つが、ちゃんとおみき作りは済んでんだろうな。シアネ様が、動物怪人、ヤシオイの酒の今年の出来栄えが気になって仕方ない。おい、なんじゃその目は。わしは禁酒したんじゃ。純粋に、松木の酒が心配なだけじゃ。盗み飲みとかしてるやろ。おや、潮さんじゃないかい。夜遅く、縄張り見終わり、ご苦労さん。そういえば、そうそう、神木祭りの時期だよ。祭りの日は、この花様に捧げる桜餅をたーんと用意しないとね。祭りの日は、お前も遊びに来るかいんね。あれはそう、桜餅。今、作りたての用意するから、ちょっと待っておいで。よっこいしょっと。いやー、腰が痛いわい。頼むぞ。そのストファイごっこ頼むぞ。痛い。最後の切り札、餅これ最後の切り札やからな。さあ、どうする餅がいっぱい。ふぅさあ、持っておき。出来たては美味しいよ。あ、まあ、そっか。まあ、そうだよね。お持ち帰りしたかったな。いいけど、お前もあの昔話は知ってるだろ？お昔、そういうことね。村外れに住み着いた山田の土地が、毎年祭りの夜、生贄の人間を選ぶために、そいつの家にシアハの矢を突き立てるって話さ。じゃあ、それが今年は、あれか、医師会が、ガキが、いけになるってことか。いけになるってんじゃん。それ、心配ない。俺の使命、ハヤブサの遺言、守ること。怪物から虫飼いを守ること。だって、ま、おえぼえの犬の予言なんて当たりはしながら、あんまり力むない。あんまね、力むか。いやでもワンちゃんに守られてるな、虫飼いはな。かわいいね、最初からいたもんな。あいつなのかな、じゃあ、やっぱり、俺が、ずっと、あれ、イノシシだっけ。あれ、やべえ。もう本当にパートね、2とかの最初の方だから、あれが犬なのか、イノシシなのか、ちょっと、あやふやになっちゃった。あいつ頑張ってるね。頑張れ。フィークも調子がいいぜ。お、なんだその挑戦的な顔は俺っちに追いついたとでも思ってんのかい？じゃあ、一応、伊達天様の本気の死を見せてやるぜ。あ、競争するもしかして。よーい、ドン。今からこれで競争、どこレースどこおい今そういうとこじゃねえんだって。ちょ。やばいって、違う。すみません、潰したいんじゃない。やりたいのはそれじゃないの。なんで今なんだ。待ってくれ。俺には大事な使命があるんだ。ここから出してくれ。出してくれ、ここから。早く出してくれ。ここから出してくれ。いいね、もういいよ。もう攻めまくれ、オッケー。ゴリ押し強すぎだろ。あ、待って。危ない。一戦できなかった。マジか。待って、早く。ここから、ここから出して。失礼しまーす。でもこれさ、下に、あるだけ、これ、ひびの割れ方はさ、爆弾のやつと一緒だよね、多分ね。ここに爆弾置けば爆発してくれんじゃないか？お、いいねー。そういうの待ってたよ。サンゴの欠片。あー、欠片か。サンゴの一辺。これ、売ったら金なんよね、多分ね。でもお金困ったらね、お金困った時用の貯金だよね。こういうのはね、未来に投資しといた方がいいんだよ。だから今のうちに、保存しとくのが一番の大人のたしなみってやつよね。一回ちょっと待ってね。待って、待ちまくって、値段が、価値が上がるまで待ちましょう。ファイヤーするまでね。一緒だよ、ファイヤーしたいから。こっちか。ここに新しい、もう発見士のね、もう一発見士らしいんでね。でもここだよね。上かあれかあれ伝ってけってことか。で、ちょ、これちょっとちょうどね、二人が。ここで、こことここを伝っていくと。これでいけるかな。これ上ってことかい。牛の角の飾り、そういうこと。飾りはゲットしたのはいいけどさ。どこ？いなくね？ん？あっち奥？それから石像が、なんか関係してるのかな。これかな。曇りが淵。ここがあがたの森がここで飯を、曇りが淵だぜ。それは分かってんやけど。それは分かんだよ。分かるんやけどさ、まずついてるのにね。まずついてるんやいっていうのは何事かい？何事ですかい？やっぱ上しかねえよな、考えられるのは。
上って言ってもね、上ないんだよな、もうな。どういうことこれ。なんでや。なんでや。あとあれか、クシナダがいないとダメなのか。お、キボイのクマ。キボイとはいえ、その迫力は本物。その先生の直後はため生き物。はぁ。めっちゃええわ、これ、みたいな。ちょっと待って。これは、どこだい？こんなとこあったっけ？初めてだね。こんがり、お、モンハンじゃん。火で炙り香ばしさが増したお肉。胃袋を乱す。上手に焼けました。焼き魚。強火で焼いた魚。身がほうほうして絶品。胃袋を乱す。やばい。やばい。これは飯程度すぎるぞ。焼き魚食べたい。ホッケ食べたい。お米の上に乗せて食べたい。ホッケとかがちょうどね、ご飯、味が濃いからさ、ご飯と合わせると一番美味しいよね。っていうね。思いますけどね。ちょっとどういうお魚が、好き嫌いをするとするぞいですからね。にしても、ここなん、ここの、がわかんない。ここは俺はどうすればいいんだ。お、なんかいたね。おお、お前ちょっと、またぐい。我の名前に入り込んで挨拶なしとは、このモグラ隊、ん？モグラ愚伝隊隊長、大槌が黙ってへんで。おお、大槌さん、はじめましてですね。なんか、ミスターインクリディブの最後の方に出てませんでした、あなた。この高めでの土の中は、すべてワイダが仕切っとる。そこ、土足でどんどん歩かれたら、ワイダ、ヒロミも落ち着いて、虫も食われるのよ。健康は、みたいな。お年前として、あれを置いていってもらうかい。金？わかるぞ。金の移動して、お金、お店に使えるあれや。金目のものに目がねえな。あはん、お前らそうやって、金品を巻き上げる追いはぎだな。お前たちから、物を背広なんざ、100年早えや。出直してこい。よきにお前で怒らしめてやるぜ。よう言うたな。そんなお前の覚悟を見せてもらおうやないか。やろうとも、行くでいい。モグラグ伝隊王旗、砂煙の陣。お、5人いるね。これは、攻撃していいのかい。ほら、お前こっち行けや。ほらや。もが、そんなしょぼい、パッチキ、引くわや。ほな、次はこれや。うん。これで、モグラたちを見ればいいのかな。はい、これで、はい、お前、ずっとここにおるや、お前。あっち行けや、お前。もげ、やりよったな。押した、これならどうや。ずっとここなんやけど。二回とも、またどうせここやろ。あ、違う、今度は違うわ。ちくしょう。あ、まあ、やっぱここやないの。知っとったわ。もげ、俺のもげ、砂煙の陣をことごとく破る。砂煙起きてねえじゃん。なんちゅうやつや。え、どうだい、この狼、アマテラス様。人呼んで、石頭のアマコの実力だよ。これでいくつもの岩を砕いてきたもんな。マコに超えたら、ワイサするのはやめて、これからの人生、まっとうに生きるんやで。生きるんやで。人生は冒険や。うん。やっていいことと悪いことの区別ぐらい分かっとる。ワイだ。お前は寂しかったよ。急に感動ストーリーか。土の中で待ってるの。誰も遊びに来てくれ。だから、ちょっと、いちびたことして、みんなの気、聞きたかったんや。主任や。あんた、ワイだの兄貴になってくれ。ワイだ、これからはもう、絶対に悪いことせえへん。ワイだには、シドニーヤンがおったらええ。シドニーヤンがおってくれたら、我らも寂しいないわ。大土さん、あなたそんな、人情に深いなんか、人、なんかリアルだね。なんか人っていうか感情が、なんか、単純っていうかさ、もうぐぐ、男は涙見せたらあかん。これから土の中に帰って、一人で泣くようにって。お涙見せたくねえと。今日はここでサインだね。主任やん。まだ遊びに来たってや。いつも待ってて。美味しいどら焼き待って、置いて待ってるで。プリンかなこれ。何これ。ん？加える。ん？これ何？これ何？おか、あ、ん？見せて使えるあれやって出たよな、これ多分。これはどっかで見せて使っていいのかな。お、来たね。来たわね。これ何が入ってんだい？あ、出た、ハグ玉。そこもなんか定期的に集めておかないと、なんかいけないことが、あ消えた。しまった。金が。ハグレ金持ってたら、あの金も消えてもだわ。あの、食われるやつ何やったよなぁ。全然わかんねえわ。あのおじいちゃんいねえなぁ。でもさ、ここの人たちがなんかスズメと関係してんじゃねえかなと思うけどね。こんなとこに破壊し？誰も拝みに来た形跡はねえなぁ。かわいそうによ。姫様死んでないよね。下切りスズメってさ、で、スズメ、違うよね。橋が腐って、落ちたら、随分ひどい、おんぼろいだぜ。この橋だ、うまく伝っていけば、家の上に登れそうじゃねえか？なるほど。失礼しまーすってね。なんか、あ、紫だぞ。
ほげ、扉を重ねて補強した跡があるぜ。それしても、ずいぶん荒っぽく直したうな。この半端仕事、お前の力が簡単にぶっ飛ばせだ。おそらにちょっと壺張らせていただきます。失礼し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 ます。どこで割っていいの？バシーンとな。あ、じゃあこれか。これはもう爆弾でね。もうひょいひょいひょいっすよ。こんな大きな音出せたらバレると思うけどね。え、花ーってね。失礼します。姫、いないか姫。あ、ゴルルルル。飯はまだか。グルルルルルル。起きてる。崩れ落ちた天井の中だ。月の光が燃えて、あ、なるほどね。そういうことか。まんまのお月様のこの怪しげな光。この光を見たら、どんな妖怪も自分の力を抑えられないって言うぜ。怪しい奴は、この光の中へ、ショッピングは一枚とぜ、甘子。それにしても、今夜は皇后と月当てっているじゃないか。なるほどね。まったく、月の光ってのは厄介なもんだよ。力、あー、そうそうそう。これをさっき巻いてたのよ。これさ、なんか持ってくるって言うても、なあ、できないもんな。どうやればいいんだ。あ、加えて、そういうことね。失礼します。出たー。嫌なやつ出たね。見たねー。なんだあの影は。こいつは人間じゃねえ。お前は人間じゃねえ。妖怪化けてきてるぞ。だろうなと思ったよ。よくぞ見破った。お前、うわ、やばい。でけでん。お前の肉、食う。おとどどろしいな。来やがれ、妖怪め。ここに来てなんか、ちゃんとした妖怪みたいな。まあ、いたけどね。ジョドウグモとかいたけどね。いいね。ここへ戦って。おお、お前もか、おじいさんも。ん？ガチ妖怪？なにこれ？怖っ。カラステング。なるほど。でもなんか、すごい、なんだ、怖さの中にもね、その、神々しさっていうのがあっていいよね。これも多分羽とか飛べるから、飛べるから多分これ切ったりとかできんじゃない？ブシュッとね。ナイス。あれ？あ、ね、なんか硬直化してる。なんでこれ硬直化してんだ？なんでこれ硬直化してんだ？危ない。2対1は結構卑怯やって。やばい。全然通用しない。で、これは一回表にして、で、これ裏にしようか。なんだよ。なんだよ。一寸。じゃあこれ一回爆弾用意しようか。あ、やべ。あ、なんか攻撃通った。なんかわからんけど攻撃通ったぞ、今。なんでや。爆弾か？あ、じゃあ爆弾じゃない。オッケー。なんでかわからんけど倒した。硬直化があったからな。はい、オッケー、これで、通って一寸できなかった。お前、相方死んじまったぞ、お前。相方死んじまったけどねんか？よくわからんけど、なんかさっき爆弾やったらうまくいったもんね。あ、違う、関係ないか。なんで今行ったんやろな。攻撃中？相手が攻撃する最初に行けってことかな。はい。あ、わかんねえ。全然わからん。これで、あ、見せた。これで爆弾で、はい。あー、もうダメだ。え、なんで今行けたんだろう、さっき。はい、これで一戦。はい。あ、まあこれ、固まってても、構わず攻撃しちゃえばいいって感じかな。ちゃうか。え、ひたすら攻撃すればいいか。これで、でも無限ループじゃない？大丈夫？無限ループになんないかな。え、これで、じゃあ、一戦しながら行くか。あ、一戦しながら、あ、そういうことか。あ、ひるませてから攻撃するってことね。やっと気づいたわ。今更かよ。今更感すごいけどな。これで、姫様がなんか、救われるっていうか、もう、ね、大丈夫ってことじゃない？のけ者はいなくなったって感じじゃない？お、姫様かな？あ、違う。スズメ？なんか、おどろおどろしい。あ、出た。チューン。妖怪に閉じ込められて、息苦しかったけど、やっと、自由になで待ちたわ。ワンちゃんが助けてくれたのね。なんでしてあげまっちゅ。うわぁ、ね、クシナダ姫と、春ぐらいの、めっちゃ気持ちよさそう。喉あたりがすごい気持ちよさそう。私の名前は、チュンジャクダユー。すずめのお宿の看板娘でちゅ。じゃあこれは殿様もお喜びやな。竹林に咲く一輪の花、チュンジャク、自称、かっこ自称。すずめのお宿の親分さんが探していた娘ってのはこいつか？さあ、早く帰らないと、おとっちゃんが心配してるでちゅ。でも、一人いたら、またよくないさ、湧いちゃうでちゅ。まちゃん、笹部京まで私と一緒に行ってくれないかちんだ。いけーそんなやけど、クソガキだぜ。仕方、一緒について行って、やら。ばー、ふん。ばーか。何を口の悪いな。
さあ、行きましょう、ワンちゃん。ワンちゃんは、ワンちゃんにはもうほの字やけど、まあ、エイスンさんは、まあ、ちょっと、あれかな、みたいなね。行くぞ、早く。はい。もっと早く。ごめんなさい、ごめんなさい。いいね、なんか、すげえ。やばい、なんか、頼む。他の人と会いたくない。こっち？こっちやっけ？結構遠いね。はい、ちょっと怖いか。怖い、怖いか。もう。これちょっと早く通して。はい。で僕も、行かなきゃいけない。いや、カラステングなんか、急にね、普通のキャラ感出してきたけど。じゃあ、早く行こう。もう今はね、敵と戦ってる場合じゃないからね。今はもう急ぎの用事ですから。はい。急ごう、急ごう。癖のゲームだ。お、春になったからね。朝になったから。いなくなったね。じゃあ、これで、扉開けてくれるわけだ。窓元はもう開いてる。扉開けて。扉開けて。なんだ、穴雪のね、そういう曲あったよね。あなたと一緒に雪だるま作りたい。扉開けて、みたいな曲あったよね。おい、持ってきたぞ、お前、姫。姫をお持ちいたしました。開けて、おうおうおう。普通の塩毛布、このササビ教に何の用でいい。お前ら、スズメ族は今限界態勢なんでいい。騒いだお嬢さんが見つかるまでいい。スナービード態度もそのもんは、あれ、お嬢出てますよ。ただいまでちゅ、今帰ってきたでちゅ。お嬢、ご無事で。まあ無事じゃなかったけど、宝箱の中にいてね、だいぶ臭く、親分、お嬢さんが帰ってきやした。嬉しそう、めっちゃ。じゃあ態度は変えてくれんのかな。ちょっと性格、なんかずっとぼーっとしてるけど。おっとおっとお、感動の再会だ。いいね。チュン。おっと、ごめんね、チュン。もう、いやいや。ボイン。同時ね、寝てんじゃねえか。でも、ね、感情表に出さないだけですげえ出そうだよね。ジュン。ひー。お、親分が喜んでいなさる。いや、わかるもんなんや。すごいな。ほんとかよ。痛そうだけどね。おと、主でワンちゃんが助けてくれたんでちゅよ。ぜひ、お礼をしてあげてくれない勝ちだ。ああ、でも嬉しいね。ちゃんと、なんかね、ご褒美っていうか、ありがとうねの感謝の気持ちを伝えてくれるの嬉しいね。じゅーん。扉開けてくれればいいよ。開けて、やったー。お客人、親分に認められた。お味噌でシェアしたぜ。さ、どうぞ中へ入って、おんなせ、おくんなせ。お嬢が来た瞬間に急に態度一転したな。お前らが、お嬢がね、来るまで俺にしてた仕打ち忘れねえかな？